はいどうもフランケンジです。今回からね、なんか友達がなんか動画に音声入れろってすごい言ってくるんで、今回からなんかようわからんこと喋っていきたいと思ってます。でなんか絵のこともそうなんですけど、なんか関係ないようなことも含まれますけれども、まあなんか聞いてていただければ幸いでございます。で今回はね、深海展に出してるなんかね、深海手帳に描いた人魚の絵のメイキングをアップしたんですけど、なんかこのね3枚そのミニ原画を描いたんですけど、そのなんかこの3枚同時に描いてたもんで、このもうね同時進行でこう動画が展開してから、すごくちょっと見づらいかもしれないんですけれども、まあ最後まで見てっていただければ幸いでございます。で今はねこれペン入れしてるところです。なんだっけ、これコピックのマルチライナーのクールグレイだったかなの 0.3 ミリを使ってこう描いてます。でちょっと細いところは 0.1 ミリを使ってこう描いていくみたいな感じで、こう先にペン入れを入れて、思った以上に早いで、こう練りゴムで消してみたいな感じで今言ってるところですね。はい、そうこれなんか深海ってみんながね、すごい、あ、見ちゃ、もうちょっと、なんか深海っていうのみんながめんだこ書いてたから、なんかこうめんだこ書きたくなってこう書いてたんですけど、深海、ま、後で思ったけど深海人形はあんま深海関係ねえなと思って、あ、これあれですね、あの背景のところにターコイズを入れてるんですけども、このターコイズの色がすごい綺麗ですよね。でね、この俺の使ってるストラスモアっていう紙に、今これストラスモアっていう紙に書いてるんですけど、このなんかね、その早送りで見てるとこのターコイズがこううまいこと色が沈んでいく感じが手に取るように分かれていいですよね。なんか手に取るように分かる、なんかこう徐々にこう色が沈んでいく、なんか水彩してこう沈んでいくことがよくあるんですけども、こう沈んでいくのが見えてなんかいいな、なんか描いてるとね、そのすごいじわーっと沈んでいくからあんまり分かんないんだけど、早送りだと分かりやすいですね。あ、通常速度に戻りましたね。今はこの陰影を入れてるところですね。そう、このターコイズをこの陰影にも使ってるんですよ、いつも。だいたいこのね、黄色とターコイズと、あとはオレンジっぽいやつと、あとインディゴってやつでこう陰影をつけていってるの、4色で。陰影の作業ですね、今。いや、なんかこの最近人形、最近っていうかその、だからね、その物のフォルムを描くときに割とこう人形もそうなんやけど、このねカクカクさせるのが結構マイブームで、なんやろね、なんかこうフォルムがしっくりくるんですよね、カクカクさせると。すごいこう肘とかも髪の毛とかもめっちゃカクカクしてるけども、カクカクさせるともう超落ち着く。人形に限ったらね、あんまこの大人の人体をこのヌードに近いもの、半裸の状態を描くことがないもんで、人形はねこのね人体をこう描くのに楽しかったですね。めっちゃ腰とかこうカクカクさせちゃって、キュッとさせちゃってさ、そういうの楽しいですよね。でこう今オレンジ入れてこの明るい部分をこう塗ってるところですね。正直ね、なんやろ、光源とかあんま考えてないです。なんかしっくりくればいいみたいなしっくりくればいいみたいな体でこう塗ってます。はい、でこうインディゴでこう一番暗い部分をこう塗っていってます。インディゴねすごい好きなんですよね。もうだいたいこれ塗っちゃえばもうね、え、決まったようなもんですよ。この明暗つけちゃえば、でこの背景をね、なんかこの徐々にこう深く色をしていきたいんで、このターコイズ塗った上からそのインディゴをこう段階的に塗っていってるんですけども、いや、そのこれからもうどんどんその何やろ、この四角に四角を入れるみたいな感じでこういう風に深くどんどん色を重ねていってるんですけども、ただこうこれ本当インディゴをこう薄めて重ねていってるだけなんですけれども、すごいいい色になりましたね、最終的に見てみて。これは良かった。でね、その人魚のね髪の毛とか塗ってるとこ、この赤い色入れたシーン完全にすっ飛んでるんですけど、この赤い色入れた瞬間も良かったんやけどね、撮るの忘れちゃったんですよね、申し訳ない。
こう鱗入れてってみたいな、なんか深海展の時の大きい作品の方の魚の鱗の描き方がね、ちょっとなんか俺的に楽しかったもんで、人魚でもやっちゃいました。あんまよ鱗っぽくはないんだけども、なんかその鱗、抽象表現みたいな感じだけれども、なんか可愛いなと思ってやっちゃいました。可愛い。そう、この人魚のスタイル楽しかったな。この腰キュッとさせて、このね、なんやろ、この肋骨からお腹にかけてできる、あのこの影あるじゃないですか。これをね、あとこの谷間とかもね、に入れられたのがね、すごい楽しかったですね。なんかいつもそんな描く機会ないから、その俺の絵の世界観でいつも動物とか子供とかばっかりやからね、あとおじいちゃんおばあちゃんとか、あんま大人っていうのが描かないんですよね。だからもう楽しかったですよ。で、まあ、こう魚をこう強調していって、で死んだ線というか、この際入れたいところを、最初のコピックマルチナイナグレーなんですけど、これはちょっとあの黒目のブラウンブラックのシグマのペンでこう入れていくと、結構そのメリハリがついていって、なんかこう仕上がっていく感じがするんですよね。はい、割と絵のことでいけるな、この最後までいけるぞ。いや、本当はね、そのツイッターでなんかその話したいことを募ったら、なんかそのディズニーランドにデート行くとしたら、そのどういうルートがいいですかみたいな質問が来たんやけども、これ答える隙ないわ。あ、でこれで、オレンジを入れてって、なんかちょっと光沢とかがまだそのメリハリが効きすぎてるんで、その色鉛筆をこうね、これパステル色鉛筆をこう指でこう擦ってこうぼかしてるんですけど、そうすることでちょっとね、そのメリハリ効きすぎてるのをちょっと鳴らせないかなと思って、柔らかい雰囲気にしてます。でこのね、色鉛筆のこのよく分からんこの青がね、すごいいいんですよすごいいいんですよ、これも。でこの2枚目も同じような色で、めんだこちゃんがね、もっとうまいことデフォルメできなかったのかなと思ってね、ちょっと書き直したいね今度ね。でもこれも仕上げ入ってますね。はい、ではちょっとね汚れちゃったところは、パステル鉛筆定着あんましてないところは練り込みでこう消せば取れるんで、最後取ってっていう感じで調整もしてますね。いや、背景本当好きだな。よかった、楽しかった。いや、この人形は特にお腹周り最高ですね。あ、これで完成ですね。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。よかったらコメントとかしていってください。ありがとうございます。